こんばんは。日和スタイリング、真船めぐみです。日和スタイリングチャンネルは、毎週月曜21時、3分でわかる骨格診断。ということで、骨格診断の内容をわかりやすく3分でお届けさせていただいておりますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。気になる今日のテーマはこちら。骨格診断タイプ別、大人かわいい前髪の選び方。前髪が一番得意なのはウェーブタイプの皆様です。女性らしく可愛らしくなりますので、とてもおすすめですよ。今年流行りのシースルーバングはウェーブタイプの方が一番よく似合います。ストレートタイプ、おでこが透けない厚めの長めの前髪はきちんと見直してストレートタイプの方におすすめです。もう少し大人っぽくしたい方は目の横まで流す前髪がおすすめですよ。ナチュラルタイプ、ナチュラルタイプの方はラフな動きを出していただいた前髪がとてもお似合いになります。ちょっと個性を出したいあなたはモードな個性を出したパッツンの前髪がおすすめですよ。大人っぽい色気が出したい方はかき上げ前髪がおすすめです。いかがでしたか？すごくたくさんリクエストいただきました。骨格診断タイプ別の似合う前髪でしたが、いかがでしたでしょうか？ぜひ似合う髪型、そしてバランスをとっていただいて前髪を作っていただくことをおすすめさせていただきます。骨格診断って何？私に似合うものはどんなもの？おしゃれになるってどうしたらいいんだろう？お得に大人可愛くなる秘密を動画下の詳細欄の方から皆様に無料でお届けさせていただいておりますので、ぜひご登録お待ちしております。日和スタイリングチャンネルは毎週月曜21時3分でわかる骨格診断ということで、骨格診断の内容を分かりやすく3分でお届けさせていただいておりますので、ぜひまた来週もご覧になってくださいね。毎週必ず見たいという方は動画下のチャンネル登録のボタンからご登録お待ちしております。それでは本日の動画はこれで終了です。最後までご覧いただきましてありがとうございました。この動画が面白かった、ためになったっていう方はぜひグッドボタンやコメントお待ちしております。では次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。